はい、こんばんは。ちょっとね、急に動画を撮ってます。りょう、動画見たよ。なんか、辛気臭い顔して下向いて、なんかブツブツね、言って。まあ、途中字幕ないから、何言ってるかお前の声ちっちゃいからわかんないとこもあったんだけど。まあ、お前がね、この数ヶ月ぐらい、いろいろ悩んだり、考え込んだり、誰かに言いたいけど言えないで、でもそのまんま生きてるのもどうなんだろうっていう、まあ、矛盾の海に溺れかかったのか、今全部すっきりしてやろうと思ってのことなんだと思うけど、まあ俺から言わせると、まあ良くも悪くもお前は子供なんだよ。で、まあお前の言うようなね、例えばブレイキングダウンっていうものに、いろんな大人がいて、で、その何々さんに何々さん、何々さんってこうたくさんなんかいて、で、まあ誰かには構成作家ついてて、で、誰だとかってプロデューサーが出てきて、こうだってとか、まあ全くそんなの俺わかんないし、そういう量の話が真実なのかとか、作られた話なのかとか、そんなのまあどうでもよくて、まあただお前がね、前俺ん家にお土産持ってきてくれたこともあるし、まあ、いろんな話したけど、すごい幼稚なね、子供な解釈をすることはいっぱいあるなと思ったけど、ただ、まあ、嘘はつかないよな。俺は、お前は嘘つきとは思ってないよ。だけど、お前は子供のように解釈することはある。で、まあ、どういうことかっていうと、例えばその、みんな大人たちっていうのは、一つのものを、作るのに、たくさんの人が関わるんだよ。それはその、なんだろう。いいものにみんなですることによって、結果的に全員に還元されるから、町にしても村にしても、船にしても、一つのね、まあ、大きい何か大会やるってなりゃ、そこに、金投げるやつもいれば、まあ、ディレクターみたいなのもいて、アイデアマンみたいなのもいれば、まあ、プレイヤーもいて、まあ、いろんな大人が関わってね、よりいいものにしようとすれば、まあ、子供から見たら、これってどうなのとか、何が起きてるのかわかんないけど、なんか、自分が思っていたことと違うとか、いろんなそういう矛盾っていうのは、ここに限らず、どこ行っても出てくるんだよ、そのっていうのは。で、まあ、その、まあ、八百長だとか八百長じゃないだとか、何だとかっていうのは、俺は全く、自分がそれが1000%ないから、まあ、あらかじめ言っとくけど、オーディションの中で、俺がああいうふうに誰かに役待ち切られて、で、俺がこの野郎って。じゃあ、シナリオがあるのかって言ったら、あるわけねえし、まあ、全国からいろんな奴らが来てて、普通の奴らから不良からわかんないけど、元気な奴らが、目の前にいる俺に、ウルタとか、言うのも、ウルタどうのこうのっていうのも、まあ、一生懸命考えてきて、一生懸命勇気出して、やってのことだろうし、そういう一つ一つそいつらの、気持ちとか、本当は大丈夫かなとか、こんなこと言っちゃって大丈夫かなと思ってる子も中には嫌かもしれないし、だけど、あの場ではね、そうやって言ってくるわけだから、頑張ってそうやって言ってきたんだから俺もそれなりに中二病みたいにさ。まあ、俺もさ、実際外じゃ大人だから、そんないちいちこの野郎なんてしないけど、ただ、ああいう場でね、一生懸命勇気出してそうやって来てんだから、俺はその思いに応えようと思って、なんだこの野郎って俺も当然になるし。で、それは別に嘘偽りも何もなければ。ただやっぱカメラが回ってるからね。カメラが回ってるから、若干そこは、人が見てるってことを意識した切り方にはなってると思うけど、その街の喧嘩も一緒。歌舞伎町でさ、大勢のギャラリーがいる前で喧嘩することなんていっぱいあったけど、やっぱ誰も見てない裏路地の喧嘩と、やっぱ何十人何百人ってギャラリーがいる時だと、やっぱり声の張り上げ方からさ、単価の切り方からやっぱり変わってくるから、人が見てるとね。それと一緒。俺なんかはさ、子供の時からずっと震わせたから、
まあそれこそ自分がガキの時からどんな生き方してきて、どんなことしてきたか。まあ、同じ時代の東京中の不良は知ってるわけだから、俺のやってきたことに、そういう、情けない話、クソ漏らすような情けない話全部ひっくるめて、嘘や偽りっていうのはないんだよね。だからもちろん今回のブレイキングダウンのオーディションでの出来事、振る舞いだって、まあ、フェイクじゃないよ。まあ、ただ、りょうが言ってる、誰々と誰々はこうなんじゃないかとか、こいつとこいつはこうなんじゃないかとか。俺も子供の時そうだったけど、ガラス玉とかさ、ビー玉みたいに、綺麗な心で、んって、なんか違うんじゃないかとか、傷ついてみたり、勘ぐってみたり、ちょっと心配になってみたり、腹が立ってみたりして、ちょっとね、大人たちに対して、疑いの目でね、いろいろ見て、お前の目にどう映ったのかは俺にはまあ関係ねえし知らんけど、まあただ一つ言えるのは、お前がその大人たちに対してそういう矛盾をね、感じて、今悔しいと思うしてる。だけども、お前の意地やね、お前のプライドで、そのブレイキングダウンにはね、出てやるって思ってんだったら、お前も、そのブレイキングダウンを、利用しろよ。今、話題のその船を、思いっきり利用してやりゃいいんだよ。な、お前は要するに右も左も見ないで、な、そんな赤の他人たちのことなんか考えもしねえで、自分のことだけ考えて、な、自分が未来どうあるべきか、自分が10日後、1ヶ月後どうなっていたいかってことだけ考えて、思いっきりそのブレイキングダウンってものを、お前が、利用して、その波に乗ってやりゃいいんだよ。わ かる？ガラス玉みたいな考えも立派だけど、でも、利用してやりゃいいんだよ。みんなそうだよ。みんな、大人っていうのはみんなそのお互いウィンウィンになろうとして、利用し合うんだよ。で、お前まだそういうところに揉まれてないから、そういう駆け引きだったり、そういう計算がお前はできないだけで、それはな、ずる賢くなれっつってんじゃないんだよ。何度も言うけど、みんなが結果的に良くなるように大人たちっていうのはちゃんと動くんだよ。まあ、中には悪い奴とか小ずるい奴もいるけど、そういうことじゃねえよ。まあ、みんながね、一つのものを作って、一つの船に乗って、荒波を越えてやろうってやってる時は、もう本当に何人、10人いたら10通りの、考え方だったり、作戦だったり、心意気だったり、いろんなものが出てくるんだよ。それをいちいちこいつの言ってることは黒か白なのか、はたまたこいつが黒か白なのか、こいつの発言に台本があるのかねえのかとか、こいつはじゃあどうなんだろうなんて、やる必要ねえんだよ。少なくとも俺に台本なんかなければ、シナリオもないよ。ただその中でね、盛り上げるために、今どういう風向きなのか、俺は今何を求められてんだろうとか、盛り上げるためにね、どう振る舞うのが一番求められてるだろうかとかね、そんなことぐらいは、俺は自分がね、瓜田純一というね、プロフェッショナルとして、言ってるから、そんなことはもういつも外歩いてたって考えてるから、そういう、こういうふうに立ち回ってやろうみたいなことは常に考えてるよ。でもそれは別に台本とかじゃねえから。自分のやってきたことや、自分の生き方が、正真正銘の本物であれば、何にも、そんな大人たちに何言われようが、気にもなんねえから。お前はお前のリアルを追求して、お前はお前のその本物を、そこに求めてるんだったら、お前もそこを利用すりゃいいんだよ。全国からたくさんの人間が、その大きな舞台を利用して、自分のよりいい人生にするために、何か目的を果たすために、その舞台を利用しようと、あらゆる手段使ってでも利用しようとしてやろうって言って、まあ、魑魅魍魎とね、集まってんだから、お前がそんなガラス玉みたいなこと言ってたら食われちゃうよ。マジで。思いっきりブレイキングダウンを利用すりゃいいよ。で、自分に水が合わないと思えば、やめちゃえばいいだけの話だから。やんねえよ、つって。
俺には関係ねえよ、つって。俺に合わなかったな、つって。やめちゃえばいいだけだから。人は一人しかねえから、自分のことだけとにかく考えろよ。と、俺は思うよ。うん。誰が悪い、誰がこうだなんて言ったらキリがねえよ。どこ行ったって一緒だから。世の中どこ行ったって何見たって一緒だから。そういう矛盾の海に必ずまあ溺れかけるよ。今のままだったら。まあだから、お前はお前の仕事をちゃんとすればいいんだよ。俺は俺のちゃんと仕事するし。俺だって今なんかウリタ逃げたんじゃねえかとか、どのコンとかいろいろコメントとかで言われてるけど、そんなわけねえし。まあ俺は、仮に俺の今回対戦相手が、まあ印象がね、薄いのかもしんないけど、それだって夢つかむために来てんだから、そいつと俺は本気でやるだけだから。すべては時の運でさ、何がどうなるかなんてのはわかんねえんだよ。タイミングだから。自分の思うように行くこともあれば、行かないことだっていっぱいあるんだよ。俺が意図的にこうしてくるなんてわがままは通るわけねえんだから、俺は売れた順守として仕事をこなすだけだから、17日は。売れた順守として仕事をこなすだけだから、お前も、伊原亮として、仕事をこなせよ。な？頑張れよ。以上です。